ケーフェンドウとは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す、町村である。ケーフェンドウとは、ホーゲルスベルク山地の西部に位置する。ケーフェンドウとは、北は、ゲーデルン、東は、ビルシュタイン、南東は、ブラハトタール、南は、ベヒタースバッハ、南西は、ビューディンゲン、西は、オルテンベルクと境を接している。自治体としてのケーフェンドウとは、 ビントザクセン、ブルクブラハとヘルファースドルフ、ヒッツキルヒエン、ケーフェンドートの各地区からなる。ケーフェンドートは1377年3月25日にケベロデとして初めて文献に記録されている。その他の歴史上の記述としてはケンファンロット、ケフェンドードがある。しかし、フンキューボや出土品は500年から1300年の間にすでに この地域に入植地があったことを裏付けている。1971年12月31日に、それまで独立した町村であったビントザクセン、ブルクブラハとヒッツキルヒエンが、ケーフェンドートに合併した。1972年8月1日に、これにヘルファースドルーフが加わった。2011年3月27日以降、ケーフェンドートの町議会は流語議席で構成されている。 キルステン・フレーメルは2019年9月22日の選挙で64.0%の票を獲得して町長に選出された。1968年5月10日に当時ビューリン・エン軍のケーフェンローとは以下の図柄の紋章を認可された。金の名みたいで斜めにに分割。向かって右上は黒地に、斜め十字に組み合わされた2本の剣。向かって左下は緑地に、 斜め十字に組み合わされた銀の句は、ありがとうございます。